1年の初めに警察官としての規律を正そうと、服装や携帯品を確認する通常点検が今朝、県警察本部で行われました。通常点検は警察官の士気を高め規律を正そうと、服装や携帯品が正しく装備できているか検査するもので、年頭に行われるのは3年ぶりです。今日は雨の中、県警察本部に所属するおよそ130人が参加し、服装や姿勢のほか拳銃などの装備が正しくできているか松下徹本部長による点検を受けました。士気高い、心を持ったまま県民の安全安心と、また力強い警察を目指して、頑張っていきたいと思っております。この後、交通機動隊による白バイの走行訓練も行われ、加速したり蛇行したりして取り締まりに当たる運転技術を確認していました。